こんにちは、ウキウキルンルンです。今日は魔法の健康調味料酢生姜の作り方をご紹介します。高血圧や、糖尿病、関節痛や耳鳴り、冷え性とかシミシワなどにも効くそうですよ。詳しい健康効果を概要欄でご紹介してますので、よかったらそちらも見てくださいね。それでは作っていきましょう。生姜をきれいに洗って、で皮を剥かないでみじん切りにしていきます。包丁で切ってもいいですし、フードプロセッサーがある方はね、フードプロセッサーでやると便利ですよ。で、攪拌します。耐熱ボウルに入れます。大さじ1杯のお水を注ぎます。で、ラップをして600ワットで1分半加熱します。で、ラップを外して冷ましておきます。粗熱が取れたら密封容器に入れます。酢を 200cc 注ぎます。大体生姜がかぶるくらい入れてくださいね。蜂蜜を大さじ1杯入れます。で、蓋をして冷蔵庫で一晩漬け込んだら完成です。よかったら作ってみてくださいね。お豆腐にのせたり、お味噌汁に入れたり、焼きそばの上に紅生姜の香りにこうやってのせたり、お寿司のガリの感覚でこうやってご飯にのせてね、ご飯のお供として食べても美味しいですよ。いろいろなものに混ぜて食べてみてくださいね。毎日大さじ1杯取るととても健康にいいそうなので、よかったらお試しくださいね。